テレビ出演が減った理由。芸能人になりきるモノマネメイクで一躍有名になったザワチン。モノマネメイクを公開していた公式ブログは1日859万アクセスを記録。2014年にはベストビューティストアワード笑い部門を受賞するなど多くの人気を得ていた。テレビにも引っ張りだこだったが、ここ数年はあまり公の場で見かけない。ザワチンは今何をしているのだろうか。現在はマスクハイするメイクの監修をしています。コロナ災いがきっかけでマスクメイクが注目されたことから再び脚光を浴びたようですね。全国のイベントに呼ばれてトークやマスクメイクの方法を伝授していますよ。またザワチンさんがイメージキャラクターを務めたマスクは累計販売100万枚を突破するなど大ヒットしました。コロナ災いによってザワチンさんの需要が増加したといえます。さらにこんなこともしているようだ。 e スポーツチーム AROWZ ブロスを結成して総監督を務めたほか、数年前からスタートアップと組んで中国進出成功を目指しています。2017年に中国で公開された映画では主演を務めたのですが、映画は有料配信にもかかわらず公開1週間で2000万回視聴を達成しました。映画によってある程度の知名度を中国でも得たようです。今後さらなる活躍が期待されます。とはいえ日本でのテレビ露出はあまり増えない。それはなぜなのだろうか。そもそもザワチンさんが最初に注目されたのは板野友美さんのモノマネですが、板野さん自身の露出が減った。はめ同じタイミングでザワチンさんもテレビから消え始めました。またザワチンさんが公開していたモノマネメイクの写真は加工がすごいと世間から思われ始め、飽きられたようでテレビ露出は減ったままです。他にも SNS での無断転載によって信頼を失い、メディアで使いにくくなったことも原因に挙げられるでしょう。ある時ザワチンさんはディズニーシーに行ったことを写真好きでブログで紹介したのですが、その写真はとある一般人が SNS で公開していたもので無断転載だとツイッターユーザーから多数指摘されました。それに一般人が SNS に掲載したコスメ関連の画像をいくつか自身の中国版 Twitter ウィーボーに転載したこともありましたね。こういった行為が世間が嫌悪感を抱く原因になったようです。最近では自身のインスタグラムで A スレッド手術を受けてきましたと整形に関する情報も発信しているザワチン。美容関連の仕事は今後も安泰に見える。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。